ちゃめちゃ緊張するんですよ、急に。今回ちょっといろいろと忍者もいろいろ試していろんなことやってみてるので、僕とか5人マスクがついてる5人は今回ソロ曲を1曲ずつやらせていただいてて、挑戦なのですごい楽しみです。今までこういっぱい少年忍者としてはやってきたんですけど、やっぱり5人でやらせていただくナンバーだったりとか、なんて言うんだろう、ソロダンスとかってもともとジャニーさんがすごいこういうのがやってほしいんだっていうのめちゃくちゃ言われて、それに応えてやってたんで、僕ってフリーダンスがすごい好きで、ポン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 振り当ててくるんですけど、なんか出てくるからこそもういっぱいありすぎてわからないみたいな。なんか結構いいものになる感じはあります。やっぱ自分なんだ、俺は歌好きなんで、特別うまいわけじゃないんですけど、歌が好きなんで歌聴いてほしいなって思います。正直自分は楽しみの方が勝ってますね。ソロ曲をやらせてもらうんですけど、ずっと家で練習してどうやったらその曲のイメージというか表現できるかなとか、ずっと何ヶ月もやってきたんで、この生き様を見てもらえたらなと思います。楽しみです。楽しみがやっぱ一番最初に出てきます。今回が結構初と言いますか、ソロパートとかも結構あったり、今までとはちょっと違う感じだったり、新しい自分を見せれる機会なので、うん、もう俺だけを見とけみたいなそんな感じですね。ありがたいですよね。自分たちのさ、公演もあるわけじゃないですか。自分の表現したいものを感じ取って、こう一緒にやってもらえるんで、いや本当に感謝でしかないなって、うん、だから僕は焼肉連れてきます。いつもはやっぱ22人でやってたんですけど、それを今回5、8、9で分かれてて、そのブロックでやれるから、やっぱ自分の見せ所とかもあるから、やっぱ やりがいというか手応えを感じますね。僕はもうすごい不安が大きくて、ピアノですね。なんか最初はピアノ入れる予定なくて、でもなんか僕たち8人でできることなんだろうって考えて、やっぱり特技が入れ込んだらやっぱりその8人の個性っていうのが出るなって考えて、そこはまあ僕の数ある何個かの見どころの一つですね。いやもう、まあ、とりあえずは自分の中ではもう完結はしてるんで、全部振り付けとかできてるんで、まあそうですね、まあ、いつも僕は静かなイメージなので、まあ、その腹をちょっと破っちゃおうかなみたいな、話できるタイミングをもらったんで、そこは頑張りたいなと思います。自分たちでその構成を考えるっていうのが、そう、多分初だよね。初ですね。そう。しかもカメラ割りとかも結構自分が好きなようにっていうか、結構できて、青木くんとかもすごい考えてくれて、そう、アジとかね、アジとか、あとウチーくんも、スノードームの約束ですね。めちゃくちゃ俺も、ウチーくんとワクくんが、いろいろ振りと構成とやってくれて、かっこいいとこはかっこつけて、煽りは煽って、笑顔は笑顔で踊りたいです。自分の手応えは、まあそうですね、結構振りが固まってきて、まあ、アジの振りとかもかっこいいから、結構自信湧いてきました、アジのおかげで。ありがとうございます。基本かっこいいやつは僕で、なんか結構担当分けされてて、住夏だったら俺です。そう、平津とリックがこういうのやりたいみたいな、そのおかげで小道具使わせてもらって、僕がアンです。唯一の。じゃあみんなで作ってるって作ってるやつだから、すごい自分たちも達成感というか愛着湧いてます。そうそうそう。8人の強みっていうのは、まあ本当に難しいんですよ。その8人でまだやってるのが少ないんで、ダンスもそうですけど、マジで個性がある。一人一人言っていけますもん、8人の個性。言わないですけどね、調子乗るんで。
やっぱりサマパラ今回のスクリーンにいっぱいうちわがあるんで、ぜひぜひそのスクリーン仕様のやっぱりレジはあるんで、皆さんぜひ電話してください。はい、面白いですね。ありがとうございます。イエーイ。ではタイガーマスク、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 でもこう一緒に盛り上げてくれる人がついてくれる、本当に心強いし、一生懸命やってくれるんですよ、一つのパフォーマンスをちゃんと作るために早く入って自主練してくれたりとか確認してくれたりするっていうのは、まあ、鏡だなっていうのはすごく感じますね。大変ですね、忙しいですね、やることが多くて。やっぱ何より無観客での単独っていうのは本当に初めてなんで緊張しますね。今回はたけくんも、あとカエルたち3人も入れて5人でこう初めてやる曲とか、そういう9人だけのコーナーとかがあるので、そういうところにこう今まで以上にちょっと心がけながら踊ったり歌ったりとかしてます。まあ僕は緊張です。緊張が結構やばいです。僕もギリギリ緊張です。初めて今回やるんで、楽しくできれば楽しく笑顔で、そうだね、楽っていうか、そのラフな感じ、まあ、手抜くっていうわけじゃないんですけど、まあ、緊張を抜いてその皆さんを笑顔にしていけたら嬉しいですね。そうですね、楽しみな部分もありますしね、ちょっとやばい部分もありますね、緊張する部分もありますね、全部が半々ですね。はい、僕は歌のソロですね。忍者なのでね、歌っていうとやっぱりたくみくんとかけど、やっぱそこのね、パッて思いつくのに入れればいいなと思います。今回単独なので、まあ、少年忍者の力しかないので、それをまるで生で見てるかのような本当に楽しい公演にするっていうのがやっぱ頑張りたいですね。僕ら大きい子でやってるんですけど、4人の方の振り付けとかを僕が結構担当させてもらったので、まあ、振りが全部揃った上でそれぞれの個性をまあちょっと見ていただけたらと思います。9人でこうパフォーマンスさせていただくことも増えまして、一番は僕たちが楽しんで、でもうハイテンションになって、ファンの方に、見ていただいている方にもハイテンションになっていただけたらなと思っております。エネルギーですね、忍ちゃんのエネルギー、エネルギッシュさが22人詰まっているステージなんで、それはもう忍者にしか出せないような、そこがダンと伝わればいいなって思ってます。あ、おはようございます。おはようございます。しかも俺めちゃくちゃ今日早く来ちゃったし、一番乗りやないかい一番乗りやないかい、俺偉すぎやないかい。いやなんかもう昨日ちょっとやっぱり綿とか匠とも話したんですけど、実感ないなみたいな、みんなで踊れてすっげえ嬉しいですけど、どんな感じになるんだろうっていうのはまだちょっと頭の中できてないんで。そう、あ、おはようございます。やばいね。あ、YouTube ですか？YouTube です。緊張します。楽しいですね。あ、おはようございます。おはようございます。あれ、元気がないような。おはようございます。あれやね。あれ、一発目。頑張ります、今日。頑張っちゃいますよ。イエイ。OK。OK。熱いっすね。緊張してますね、キャメちゃん。楽しみです、普通に緊張やった。いや、それはちょっとなんか夢でずっとなんか歌ってましたね。うわー、おはようございます。おはようございます。始まりますね。始まりますね。おはようございます。おはようございます。あ、そういう感じですよね。いや嬉しいですね、これって入ってきた時にこのカメラがいるぞこれめっちゃ嬉しいっすわ、なんか
これだから安心しろだから、いつもいるメンバーだからみんなに任せられるし、自分も安心しろ。これが ABC さんで、ゆとぎです。最近これ ABC さん。じゃあ一番おすすめの衣装どれ？僕これですね。あ、これはですね、これ僕がノエル君の時にこれ衣装着てたんですけど、これを忍者公園でも着たいっつったら検討してくれて着れたんですよ。永瀬くん、ピアノやばいんですよ。楽譜を本番の1週間ぐらい前に覚えて、やべえと思ってやんなきゃって、結構難しくて、多分今まででやった中で多分ちょっと結構ランク高めの曲になってる。これもさ、ちょっと奥行きを潰してみる。そうそうそう、センターは3人喋ります。ちょっとカメラ見てます。はーい、カントレです。最初カミメガラサーチが流れているところの後に赤で十字になってるじゃないですか。はい。でサスがちょっとオレンジというか黄色っぽくなってるんですけど、はい、白っぽい、真っ白でいいです。はい、白で始まっちゃうよ。やばいね、マジやばいね。緊張めちゃめちゃしてますね。なんか毎回最初の公演は全然緊張するんですよ。で今回いつもと何が違うかって、このセットやるじゃないですか。この頭から最後までを1回で通すことがまでないんですよ。なんか前半やって後半やってみたいな感じで、だから体力面的に持つかみたいな。いやもう行っちゃっていいですか。ソロがめっちゃ緊張します。いやかっこよかったよ。でもいいですか。いやいや、まあ、本番もっとちょっとセクシー系だよね。そうです、大人のちょっと雰囲気出してる感じの。まだ足りないと思ったこのグループで僕が頑張って出して行っちゃいたいと思います。ちょっとなんか今回一人でちょっと喋るところがあるんですけど、そこがな、構わないように頑張ります。照明今回やらせていただくことになって、なんかもともと去年のクリエで照明やりたくて、でジャニーさんもやった方がいいよって言ってたんですけど、結局できなくて、でなんか今回いろいろともうめちゃくちゃ、もう2ヶ月前ぐらいからずっと話、照明やりたいです、照明やりたいです、でやっとできるようになりました。はい、今回はやっぱカメラからでしかお客さんにアピールできないんで、まあそこをまあより見せていこうかなと思います。やっぱりもう歌っていうのはもともとジャニーさんに褒めてもらったところなんで、そこを武器に、まあ、今日の生配信のお客さんに届けば結構うまくいってるんで、まあ、リハでは、うん、なんでもっとバーンってかましたいと思います。緊張さ、俺さっきまで全然しないときはここ来た瞬間バカ緊張するんだけど、やばい。うわ、めっちゃ緊張します。いいね。それより眠い。緊張して眠い。やっぱ時間がどんどん3時に近づくにつれて、緊張がどんどん込み上げて、緊張してんの？大丈夫です。やりましょう。演じ緊張してました。やっぱり小生がやっぱ緊張してましたね。ノエル君でもやったやん。頑張りましょう。やるぞ。大丈夫？頑張る。やばい。
皆さん、初配信です。イエイイエイイエイ。緊張してますか？シェイ。行けますか？シェイ。 OK、 いつもと変わらず行きますよ。シェイ。初日お疲れ様です。お疲れ様でした。いや楽しかったですよね。マジ楽しい。楽しいけどきついわ。やばいわ。やばいわ。僕もテンションおかしいな場所でね。まだちょっと楽しかったと思うね。なんかもう振りとかやんなくなっちゃったやっぱり今回みんなで曲とか作ってて達成感というものが今までと違う。愛着湧くよね。愛着湧く。愛着湧く。本当になかなかないもん。マジで楽しかった。少年忍者全体でやるってのがあんまないんですよ。そうだね、僕たちやっぱり5とか8で分かれちゃって久しぶりにこう全員で楽しい。楽しかったっす。ていうか YouTube のカメラの前でこうやって揃うの。そう。確かに確かに確かに。半年ぶりだよこれ。あ、マジで楽しい。ちっちゃい子コーナーとかも作ってもらっていて、アクロバットのやつね。そうです。あれかっこいいよね。いやありがとうございます。あれは嵐木たちが頑張ってくれて。お前出てね。はい。ガイルもどうでした今日は？そうです。明日やばそうやっぱり。明日やばそうっす。明日やばそうだよね。頑張ろう。あれからどっか押したの。いや俺もわかんない。一番ピアノが僕パニックになっちゃってちょっとやべえって。あのあそこあのスノーボード。でもすげえ上手かった。上手かった。めっちゃ踊りやすかった。ありがとうございます。というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。明日も3公演頑張りたいと思います。バイバイ。バイバイ。楽しかったです。ご飯飲みました。楽しかったです。やばかったです。すごい楽しかったです。楽しかったですね。もうちょいいけるなって思いました。楽しくできたので自分的には OK です。はい、僕たち22人でね頑張りますので応援よろしくお願いします。はい